一生は夢の間なれば。隠居っぽいね、お互い。民が心配です。やれやれ、合流を急ぎましょう。はい、どうも。テルモトは一の船の守備を頼みます。これぞ本領。本領承知しました。無事に船を守らなくては。やるしかないか。ここまでは。はい、わかりました。うまくいきましたね。皆さん、遅くなって申し訳ありません。やっと毛利が来てくれたか。お前ら、こっから巻き返してくぞ。わかりました。敵も気づいてるぞ。一気にやめしろ。ハイドン。うまくここに運びすぎているような。考えすぎでしょうか。そうだね、やろう。お見せしましょう。いかがでしたか。やれやれ。ここまではうまくいきました。私は本人、呪文ロード専門なんだけどね。私は本人、呪文ロード専門なんだけどね。やろう。外さないよね。ここで行って。兵が敵を本陣に引きつけるのを待っていたんですね。勝利じゃ。
手合わせ願おうか。これぞ本領。本領確かに脅威ですが、射程は短い様子。今は撃たせておきましょう。ここで焦ったら敵の思うツボ。それにまだ奥の手を残していますから。ラン兵はもう下がる。はい、わかりました。その体で長い戦なら耐えられない。官兵衛殿に優しくされる時を作ろうな。大丈夫、今日は調子いいからさ。はい、どうも。そうだね、やろう。誰も彼も救えない。無謀の極み、兵の被害を抑えるだけで官兵衛に人に届ける。神を見つけては何も成し得ません。神を見つけ救ってみせます。これもお役目なれば。いざ。これぞ本領。敵軍師がまだ何か隠しているとすれば、テルモトが守るあの子に叩いておくにしだずだ。そうだね、やろう。そうだね、やろう。敵将を討ち取りました。やるやろ。やるしかないか。わかりました。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。やるしかないか。次の一歩につなげなければ。
にみんな作ったってのか。大したやつだぜ。民兵がどんどん引いていきよる。このまま毛利も逃げて戦はしまいかの。そうはさせません。我らは毛利軍を追撃します。開門。今です。一の兵に合図。あの鉄張りの巨船を攻めるのです。機会はいくらもあったはず。よくここまで来られたもんだ。甘いだけかと思ったら肝も座ってるんだ。これ高壁さん。はい、わかりました。そんなこと嫌いじゃないかも。敵船の制圧はなりましたね。では南の迂回路より退却してください。へえ、あの大きい船を盾にして逃げるつもりなんだ。賢いな。気楽なこと。急ぎ追撃せねばなるまい。俺も行くよ。高影さんに挨拶もしておきたいしね。退却の指揮は父上にお任せします。私は追っ手を決めてまいりましょう。しかないか。まだそんな体力があるか。若いっていうのは素晴らしいね。ちょうどいい。出向く手間が省けだ。なかなかやるな。勘弁勘弁、あとは任せた。私こそ天下無双の計りが。そうだね、やろう。神ってなっちゃうか。あなたでしょ。誰も彼も仕事する優秀だけど甘い軍師の高影さんって。あなたは何者です。これぞ本領。俺は両兵衛の一人、竹中半兵衛。相方の黒田官兵衛ともどもよろしく。深くなったかな。親に楽させてくれる高校息子だ。天に立てつき世を乱す義だな。消そう。お見せしましょう。竹中半兵衛、黒田官兵衛。なかなか面白そうな軍師でした。軍師両兵衛か。高影と気が合いそうな二人だね。